はい、毎度角本です。本日は、今日、ヤフーニュースでありました、今年のドラフトについてのカープのドラフト1位の公表がありましたということで動画を撮りました。今回1位に、指名するという予想じゃ、何て言うのかな、公表、まあ、1位しますよっていう公表があったのが苫小牧中央高校ってことは北海道なんですかね。北海道の高校生ピッチャーを1位指名するという公言があったみたいですが、それについて今日はやっていきます。はい。でまずはちょっとまあ記事見たんですけど、身長が189センチか、まあタッパがあるピッチャー でストレートも151キロ投げるということで、まあ即戦力ではないとは思いますけど、まあ、将来を見越したね1位だとは思うんですけど、まずなんか思ったのは189センチというのはカープで中田蓮投手いるじゃないですか。多分あの方も189か190なんですよ。ってことはですよ、はい、思いました。もう僕のもう想定頭の中でもうその子がどこで投げるかっていうポジションをもう気づきました。はい、それは中継ぎでしょうね。はい、先発よりも中継ぎ、ね、中継ぎは中継ぎの中でもセットアッパーをしたりとかもするかもしれないですね、うん、どんな球を投げてるかまだ見たことはないんですけど、まず一番はストレート150キロ投げてるし、はい、ストレートでバンバン押していってる投球なんやろうと思いますけど、で、ね、そのまっすぐだけじゃやっぱりプロ野球って絶対無理なんで、はい、で同じ身長の中田蓮投手がカープにはいらっしゃいますんで、その中田蓮投手にね、いろいろ聞いてほしいなと思いますね。その練習内容だったりどういう変化球を投げてるとかっていうのも全部身長も同じだったらねいいと思います。彼ももう300試合400試合ぐらい投げてるピッチャーなんでね、はい、もうベテランなんでね、それぜひ、聞いていただきたいなと思いますね、はい、で彼と一緒のようにね、ノーアウト満塁で出ていったりとかもする、鋼のメンタルをカープで鍛えていただいて、第2の消防士に中田蓮のようにね、はい、第2の消防士になっていただきたいなと思います。やっぱチームにとってそういうところの場面で抑えてくれるピッチャーってすごい助かるんですよ、はい、なので彼にはそういうポジションも担えるようなピッチャーに今後、もしねカープが1位いったとしてね本番ね、はい、ぜひ皆さん応援してあげてください。まだ分かりませんがね、カープに来るか競合するかもしれないし、もしかしたらそれはないか、ね、そうなった時には、彼を僕も応援しようと思いますので、ぜひカープでお待ちしています。はい、ということで今日の動画はカープのドラ1誰なんだということだったんで、公言があったんでちょっと動画にしてみました。はい、身長も僕が大好きな189センチ、中田蓮投手と一緒なんで、ぜひ広島の消防士になって火消しをいっぱいしまくって、来季の、カープの優勝に導けるピッチングを期待してます。1年目から頑張ってください。いけると思います。はい。ってことで今日の動画終わりたいと思います。おもんねーわー。